鹿児島県遠く指宿かな、ここは枕崎しか、ごめん、岩間岳に来ました。大きな蜘蛛の巣を避けたところに、なんといきなりですね、この岩稜コースっていうのが始まりまして、今までこんなあの林道、作業道を歩いてたんですけど、こっから登山道ですよ、本当に。いやー、どうしようみたいなね。よいしょ、うん、ほっほっほっ、焦げな感じでスタートです。バイ、なんかこんな感じがいきなり続いてますね。岩稜コースというだけあって、岩の峰、岩の峰じゃないな、岩稜が続いております。登山道には見えない。のっけからそれか、ロープ持ってきとらんばい今日。まあ、あれば怖くないかもしれない。ロープがないところもこういうとこ行かないよ、アプローチ。ここだけわざとルードにしたんかな、これ。ここ通らんでも江戸みたいな。え、どこ今度。わお、おお、海が見えるばい。みんなの衆に写真を任せた。ちょっとね、でも多分その岩を越えないといけない。そんな微妙なラインもわかんの。あ、いやいや、こっちはなんか行けなさそうじゃないですか。うん、私先のこう、あの山じゃないですか。うん、多分ね。ね、あ、でも上っぽいですね。ピンクないね。はい、こっちです、ルートあります。これは分からんね、素人、初心者は。岩が続くんじゃない、ひょっとして。そうですね。あー、でも綺麗、楽しい。出っ張ってるやつ、大凸の凸ね。これがブツって、いや、紫外線劣化怖いっすよ、ね、この手のロープは ね、布じゃないと、ね、そう、ナイロンでしょ。大丈夫な方ですけどね、PP とかだと、うん、大ポーズ岩、最強と言ってただけあって、ここはロープあり、ありますけど、分かったら無理です。ロープに頼りすぎとる。うん、頼らんとこはやっぱヘルメットいるんだったかな。確かに、ね、どうぞ。もう何もできんけん、登り始めたら俺は見てるだけしかできないんで、へ、気をつけて。垂直じゃないですか。うん、お腹垂直ですね。あの、手さえしっかり握っとけば大丈夫、うん、で、そんなに弱いロープではなさそうなので、はい、なるべく体重は預けないようにしつつ補助的にバランスを取るのみで使おう。はい、そこで OK。 笑えない。さっきの道と比べると安心感がある岩の稜線です。さっきから何個目こんなところ。巻き道 A、 巻き道より危険って感じ。いや、これはちょっと俺も見たことない、こんな、こんな一般道見たことない。時間大丈夫、今2時15分。登るところあれば下りあり。最後の、うん、多分最後は岩山です、ね、いいよ、あ、向いていい、うん、OK、はい、OK です。やったね、確認しました。やったね。ある意味頂上らしいというか頂上らしい。そうですね、ラスボス的な。インサイドね。そう、インサイド、はい。思わず笑っちゃうわ、これ。そこもインサイド、はい。いや、これ険しい。あ、でも足場がちゃんと見たら。あるでしょ？これね、多分削ってあると思う。忙しい、忙しい。判決になってないか、多分。おー、大丈夫ですよ。判決だったらアングルを下げますんで大丈夫です。確かにこれ。登れるね。登れるでしょ、鎖なくても、うん、一旦鎖に頼ると
握り手が見えないからあんまし良くないなと思って、これが鎖なしで登れんなら来ちゃダメ。ここは握らんでもいけるけど、そこは握った方が良さそう。うん、ここクライミングにはいい練習のあれですね。一般登山道クライミング。アルプスの練習もいいよね。うん、ああ、じゃあ俺一番端っこが持ち物分だろう。中さんここに来てっていうやつよね。これグラグラしてるよ。グラグラしてるって言うんだよ。ああ。入る？こっちに。絶対こけない、こう。あ、そう。俺こういうとこ、こっちこっち。ドカンって。そこまでかな。もうこれから先は行かん方がいい。覚悟なしでは。階段よ、階段。見方を変えれば、はい、狭い階段。人ごとのように言う。でもこんな下りがずっと続くんだろうんだ。いいね、やっぱね。うん、ちょっとあの南方系の草だね。シダとかさ、こんなシダが多いんでしょ。ここ大浦登山口、岩稜コース500m先、500m先から行くと岩稜コースのあれで磯間。磯間山だった。磯間山、こっちから何コース ACK。 磯間山だけじゃなくて磯間山の岩稜コースです。鹿児島県の薩摩半島の近くなんですけどね、まあ、ここになんとか2台、知り合いなら2台、ただしここ乗り越えると、縁石乗り越えるといっぱい止めれるし、道は広いんで置けますね。いっぱい。顔料コースです。